こんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はまたまた昨日に引き続いてくら寿司にやってきました。でポイントを今日は使ってみたいと思います。でくら寿司のランチを頼んでみました。500円でセットメニューです。では早速いただきます。これお醤油よね、タレ？お醤油よね。昨日3人で来たので今日3人それぞれに頼んでみたけど、具がね結構入ってるよね。結構入ってる、海鮮丼と何やったっけ、天丼と握りですね。握りもこれすごいよね、この握り。でもさっき数えたら何個やったっけ、9個ということは50円少ないってこと。50円も少ないけど、でも茶碗蒸しがついてるから、茶碗蒸しが180円。180円、なんかめっちゃお得感が。平日だけよね、このランチは。平日5時までって書いてますよね。平日5時まで、500円でお味噌汁かこれ茶碗蒸しかどっちかが選べる感じ。選べるとよね。選べます。美味しいよこれ。500円で海鮮丼は食べれんよね。何が入ってる、いろいろ。なんか入っとると、いろいろ、なんかいろいろ入っとる。貝とかウニとかも入っとる。ウニとかイクラとかも、ウニも入っとるし、イクラも入っとるし、タコ、いろいろ入ってる。お得よね、めっちゃお得。おいしい。これだけで本当もう満足のぐらいの、どっちがねお得かなと思うけど、こっちよね。しっかり食べれる。結構入ってるよこれ。昨日が、携帯で、申し込んでとか予約して、順番待たずに入れて、よくわからなかったからめちゃくちゃちょっと鬼滅シリーズがあったから鬼滅シリーズを食べてみたけど、結構お腹いっぱいになって3000円。だけどランチの時間に来たからポイントがつくのは500ポイント。1人500ポイント。で、帰ってレジでもらった、レジでもらっただって領収書じゃなかった、レシートをしゃべって、eパークじゃなかった、eパークね、eパークに送ったら1時間ぐらいでもポイントがゲットできていて、1500ポイント3人で。1人500ポイントだから、でその1500ポイントを今日は有効利用しようと思って1人500円のランチを食べに来ました。どうなんだろうね。でも500円でこのランチ普通にお得ですし、だってこれがポイントで食べれるのならめちゃめちゃ毎日来て、そう毎日来てもいいよね、種類もね、4種類。そう、なんか普通のお寿司を5皿食べてもいいってことよね。普通のお寿司を5皿よりもこっちの方が絶対お得だと思う。なんかこの紙がめっちゃお得感をこう醸し出しているけど普通の茶碗蒸し、普通こうなんかついてるのちっちゃい茶碗蒸しが多いけど、これめっちゃ大きいよ、ほらこんなに大きい。普通の茶碗蒸し、味も茶碗蒸し、あったかい、あったかいとか熱いぐらいある。なんかちょっと小さいように見えるけどめっちゃ入ってるよ、なんか私の天丼、エビ天が3本入ってます。エビ天が3本、でお魚が2つ、海苔の天ぷらと青大葉の天ぷらも入ってるから結構豪華。めっちゃ入っとるよね、500円でそんなないよね。ないです、ないです。しかもちゃんと出来たて、よく来てるから、普通にコンビニで食べる天丼のお弁当よりも、コンビニのとはね、やっぱり全然違うよね。値段はね、同じぐらいです。結構コンビニのも高いやんね。高いです。おいしい。問題はこれからで、これを食べてポイントで支払うやん。ポイントで支払って、その支払いにポイントがつくかどうかが問題ってことよね。そうで、最初お金出したけど、最初は鬼滅を食べたから1000円になったけど、普通に500円これを食べとけば500円の支払いでよかったってことよね。でポイントがまた500円もらえて、今日500円食べて最初の500円だけで無限に食べられるということよね。それが無限クラブ。
本当に作ったか、ね、そのポイントがちゃんとつくのかがちょっとあれですね、ポイントですね、ポイントでポイントがつくそしたらお寿司とほら海鮮丼と天丼ともう一つあるやん、天丼が4種類、はい、じゃ毎日4日来てもほら飽きんってことですよ、うん、ローテーションで食べれば、みんな食べ尽くせばいいってことで、お味噌汁か茶碗蒸しが作る全部で、ちょっと申し訳ないと思えばさ700円のを食べてみるでも支払いは200円なわけよ ね、 そうです ね、 ねえ、違う違うよ、ほらこの丼にうどんがついて700円、そうそうです、すごくない、これにうどんつけ、昨日うどん食べたんや、鬼滅の、ね、そう結構あったよ、もうそのいっぱいでもう ドッキリみたいな感じもう安くない、うん、ね、いやこれだけでお腹いっぱいで、夕方から来たら1000円つく、ポイントが1000円って1000ポイント、3時過ぎ、そしたらそのポイントを持って違うところにも食べに行けるらしい、あ、フランスじゃなくて、じゃなくて違うところに、毎日外食、え、ちょっと待ってよ、1日2回まで使える、本当はお昼と夜と行けばいいな、ポイントがどんどん貯まる、どんどん貯まって家計に優しい、その代わりどんどん太ると思う体は太る、お財布に優しい、どうしよう、明日から毎日来る、あ、でもこれ一人じゃ来れんとよね、二人以上同じ人と来るとまた来たって言われるかもしれないけど、同伴を変えてくる、じゃあこれ割り勘の場合はどうなる？そうなんだ、あ、ね、割り勘の場合は割り勘でも50円払えば、違う違う違う、ポイントがもらえるとっていう話、対象者の人しかもらえない、そうで、ただもう常に同じメンバーじゃないとダメなんだ、うん、どっか行ったろみたいになる、1人の時割り勘でして1人ずつポイントをつけてくださいったらできんわけよ、そしたら ね、 そうですね、こっそり予約しとくというで、こっそりレシートももらって、そう、こっそり予約しといて行って500円しか頼んだらダメよって言って、あ、その人が払うならいくら頼まれててもいいわけ、そしてこっそりレシートを後で自分でしゃべっておくで、ポイントは自分のもので、一緒に行った人は何のことか分からないという使い方もある、あとあと人間関係が問題なければあ、これ具もいっぱい入っとるよ、はい、完食しました、意外とね、美味しかったですよ、じゃあ今からお会計して、昨日貯めたポイントで今日支払いをしてみます、で、その支払ったポイントにポイントがつくかが問題です、それは帰ってまた e パークの方に申請をしてつくかどうか実験してみたいと思います、その掛け1650になります、ポイントを使いたいときはこちら、そうですね、使いたいポイントを選んでいただきまして QR コードの設定をお願いします、完了ボタンをお願いします、150円になります、150円ちょうどは使いたいます、少々お待ちくださいませ、今度はこれをしたらポイントがつくんですかね、いいパークの、はい、こちらの方で、はい、予約したから GoTo イートの方から、はい、入っていただきまして、はい、貯める方でお願いします、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、くら寿司に行ってきました、行ってきたので今度また貯めてみます、 GoTo イートキャンペーンをタップして、ここのポイントを貯めるところをタップします、そうすると今日使ってきたので今獲得ポイントは0ポイントになっているので貯めるを押します、そうするとここに申請待ちっていうところがあるのでここで写真を撮るをタップします、そしてレシートを写真を撮ります、でこの写真をしようというところを押します、そしてアップロード、画像を確認してください、でご利用金額を入力してください、なので3人で1650円、1650円で1650円になったので、これを完了でアップロードします、で画像のアップロードが完了しましたので、これで1時間か2時間するとポイントが貯まっているはずです、今日くら寿司でお食事した分のポイントが
1500ポイント、ここに入りました。ここ1500ポイント。昨日のお昼ご飯をくら寿司に食べに行って、3人で食べに行ったので、3人分の500ポイント、1500ポイントが昨日1時間ぐらい、食事をした後に1時間ぐらいでポイント授与されたんですけれど、今日は朝からまた GoTo イートキャンペーンの方で予約を入れてくら寿司に行ってきました。で、今日は平日限定のランチを3人で食べてきたんですけれど、500円のランチを3人で食べて1500円なんですけれど、1500円昨日いただいたポイントでお支払いをしました。だから消費税の分だけ自分で自腹を切ったというか、現金でお支払いをしたという感じです。で、その1500円ポイントで使った分のポイントがまたこの1時間もしないうちにこの、GoTo イートキャンペーンのポイント授与でいただくことができました。なので最初に支払ったランチ代だけが自分でお支払いしましたけど、今日のランチはこのポイントを使って消費税分だけお支払いした感じです。で、また明日くら寿司に行くとしたらこの1500ポイントを使うので、また消費税の分を支払うだけでずっと延々に食べていけるっていう感じです。このチャンスに皆さんもね、ぜひ行かれてお食事とか楽しまれたらいかがかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。